がベルギーと対戦します。福西さん、ワールドカップでは今まで国際大会で活躍していなかった国が思わぬ躍進を見せることもありますね。そうですね。アイスランドの予選首位通過には浮いたシステムです。ベルギーのスターティングメンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。ここはフリーキックです。いいボール、カラスコ、マイナスのクロスを入れた。ボールを運びゴールに襲いかかります。このシュートで勝ち越せるか。止める、止めます。緊張感が増してきます。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ボールがこぼれた。前半終了で0-0、試合は動かないまま後半戦へと向かいます。試合は後半のキックオフ。長谷部誠、香川真司、さあどうしますか。大迫勇也、先制ゴールなるかと思われましたが入りません。リードして試合を楽に進めたいですよね。こういうミスは後で響くかもしれません。ゴールに襲いかかります。メルテンスがゴール、どうだ。シュートには選手が詰めています。デブライネの振り抜いた。再びコーナーキックとなります。いい形でゴール前まで持ってきました。これは危険な場所です。フリーキックですが、壁を越えて直接ゴールを狙えます。デブライネ狙いしました。一撃はゴールネットに吸収されました。競り合いに強いですね。ボールをキープしています。本田圭佑、岡崎慎司、長谷部、素晴らしいボールです。スペースにスルーパス、ちょっと長いか。シュートするもこれは決まりません。残念そうにしています。惜しいチャンスでしたね。ユーリ・ティーレマンス、レフリーのホイッスルが鳴った。